さあ、ステイホーム、お家にいようということで、僕は家でコーヒー豆の焙煎にチャレンジすることにしました。使うのはこちら、外のレギュレーターストーブというもの。通常のガスコンロを使える小型のコンロになります。で、コーヒー豆を自分で焙煎するためのもの、今回新たに買いました。で、今日焙煎する豆はこちら、コロンビアのお豆になります。変色してる豆は取り除いていきます。5分経ちました。ちょっとずつ色づいてきたかな。一部焦げちゃった。パチパチ言ってきました。20分経ちましたので、そろそろ火を止めます。ドライヤーを使って急速に冷ましていきます。冷風ですね。手で触れるぐらいになったら終了と。ちょっとやっぱりまだ焼きムラがあるんですけども、どうしたらいいんだろう。アドバイスあればお願いします。じゃあねー。